小田原征伐は、天正18年に、関白大城大臣、豊臣秀吉が、小田原北条氏を下した、歴史事象、戦役北条氏と真田氏の間での領土紛争を、豊臣秀吉が仲裁したが、この沼田領裁定の一部について、北条氏が武力で履行を行ったことが、豊臣政権の総武事例違反とみなされ、北条氏は、 豊臣市の軍事力による攻撃を受けた。北条市本拠であった小田原城の後遺戦が著名であるため本校のような名称で呼ばれるが、本校では小田原城攻略戦だけではなく、並行して行われた後北条市領土の相当攻略戦も同戦役に含むものとして扱う。小田原合戦、小田原攻め、小田原の役。 小田原の戦い、小田原の人、小田原城の戦い、小田原決戦とも呼ばれる。御用税天皇は秀吉に対しご法上氏討伐の直証を発しなかったものの、遠征を前に秀吉に説盗を授けており、関白であった秀吉は天皇の施策推行者として望んだ。戦国時代に新仰大名として台頭した北条氏康は武蔵国進出を施行して、 川越野戦で、上杉憲政や足利春氏などを排除し、海の武田信玄、駿河の今川義元との交渉、春三国同盟を背景に、関東進出を本格化させると、関東関理職を継承した、越後の上杉謙信と対峙し、特に、上杉氏の関東出兵には同じく、品の信仰において、上杉氏と対峙する武田氏との交渉同盟により、 連携して対抗した。戦国後期には、織田、徳川勢力と対峙する信玄が、それまでの北進策を転換しするがの、今川両国への進行を行ったためご北条氏は、海との同盟を発揮し、謙信と越相同盟を結び武田氏を攻撃するが、やがて交渉同盟を回復すると再び、関東平定を進めていく。信玄が、 正常作戦の途上に休止した後、越後では、謙信の死によって、宇治政の所定であり、謙信の養子となっていた、上杉影虎と同じく養子で、謙信の甥いの上杉影勝の間で、お立の乱が勃発した。武田勝頼は、宇治政の養成により来た、信濃まで出兵し、両者の調停を試みるが、勝頼が撤兵した後には僕は、崩れ。 継承が乱を制したことにより武田家との同盟は手切れとなった。なお、勝頼と継承は、光悦同盟を結び、天正八年、北条氏は武田と敵対関係に転じたことを受け、宇治照が同盟を結んでいた、家康の上位者である信長に両国を信条し、小田氏への服属を示した。宇治政は宇治治直に家督を譲って、 江戸城に隠居した後も、北条氏治テルや北条氏国など有力一門に、対して、宗家としての影響力を及ぼし実質的当首として、君臨にしていた。上杉氏との手切れ後、勝頼は、日立国の佐竹氏ら、藩北条勢力と同盟を結び対抗し、織田信長とも和睦を試みているが、天正10年に、信長、徳川家康は、 本格的な公衆制罰を開始し、ご法上氏もこれに参加している。この戦いで、武田氏は滅亡し、ご法上氏は上野や駿河における、武田方の諸城を攻略したものの、時期を逸したものとなった。しかし、同年末の本能寺の変で、信長が明智光秀の謀反によって自陣した直後に、法上氏は、小田家に謀反を起こし小田領に攻め込んだ。 織田氏家臣の滝川一益の軍を敗退させた、神奈川の戦いを経て、織田大政に背いた北条氏を制伐するために軍を、起こした家康との間に、天正神語の乱が勃発した。この遠征は家康が単独で行ったものではなく、織田大政から承認を得た上での行動であり、織田大政側からも、水野忠重が援軍として、会に出兵していた。また、 追って上方からも援軍が出兵される予定であったが、織田信夫と織田信隆の間で清争が起こったため中止された。家康は北関東の佐竹義重結城とも友、港川広照、水谷政村らと連携しながら、北条氏打倒を目指した。北条氏は一時は東、信濃を支配下に置いたが、真田正幸が離反。 後方に不安を抱えたままの合戦を嫌ったご法上氏は、10月に、織田信夫、織田信孝からの和睦勧告を受け入れ、ご法上氏が、上野、徳川氏が、甲斐、なのを、それぞれ切り取り次第領有することで、講和の道を選んだ。だが、徳川参加となった正幸は、勢力範囲の一つ沼田の活動が、講和条件とされたことに激怒。 徳川氏からも離反死継承を頼ることとなった。後北条氏は徳川氏との同盟締結によって、全軍を関東に集中できる状況を作り上げた。すでに、暴走南部の里見氏を事実上の従属下に置いていた、北条氏は、北関東に軍勢を集中させることとなった。法上氏は、翌天正十一年一月に、早速前橋城を攻撃すると、三月には、 沼田にも攻め込んだ。6月、北条氏と家康の間で婚姻が成立した。この婚姻成立は、天正神後の乱の時と、同様家康に、対北条の後ろ盾になってくれることを期待していた、北関東の領主たちに衝撃を与えた。北関東の領主たちは家康から離れ、一斉に、橋場秀吉に書状を送り、秀吉に、関東の無事の担い手になることを求めた。 秀吉も、北条氏の無事を乱す行為を問題視したものの、当時の政権内では東国についての優先度は低く、10月末に、家康に、関東の無事の遅れを正しただけで終わった。それさえも、翌天正12年に、小牧、長久手の戦いが始まると無形化してしまった。天正11年11月末、沼尻の合戦が起こり北条氏と、 北関東の領主たちは全面戦争に突入した。天正12年になると、北条氏は宇都宮へ進行し、佐竹氏も小山を攻撃した。両者は4月から7月にかけて、沼尻から岩船の間で退陣した。天正13年から15年にかけて秀吉が最国計略を進める裏で、関東の無事は放置され、北関東の領主たちは苦境に陥った。 北条氏は、天正13年1月に、佐野を攻撃し、当主の佐野宗綱を戦死させ、宇治政の陸を、市中を当主に据えることに成功した。また同月までに、立林城の長尾秋長を服属させた。立林は、南関東と北関東の結節点にあたり、立林攻略によって、北条氏の北関東への進行が容易になった。 9月には、真田領、沼田に侵攻し、14年4月にも再度侵攻した。北条氏は、並行して、蜷川氏にも攻撃を加えた。天正14年5月に一旦和睦したが、その後再び侵攻した。蜷川氏は、上杉氏の助力を得て、撃退に成功するが、天正15年に甲和氏北条氏の支配下に入った。また、 天正13年ルるう8月には家康が真田を攻撃し、翌14年にも再度侵攻を計画したが、秀吉が間に入って未遂に終わった。天正15年12月、秀吉は北関東の領主たちに、北条氏の佐野支配を認めることを通知し、現状を追認することを明らかにした。天正16年2月、北条氏名は笠原康脇を上落させ、 沼田領の引き渡しを条件に、豊臣政権に従属を申し入れた。ご機内同然と、重要視していた、九州の平定を、天正十五年中に終えた秀吉は、天正十六年四月、御用税天皇の受落大行行を行った。北条氏に対して、宇治政、宇治名親子の受落大行行への列席を求められたが、宇治政はこれを拒否した。 京では法上討伐の風文が立ち、京税裁道として、法上氏も臨戦体制を取るに至ったが、徳川家康の起承文により、以下のような説得を受けた。家康が、法上親子のことを残言せず、法上氏の両国を一切望まない。今月中に、兄弟衆を派遣する豊富家への出資を拒否する場合、徳姫を離別させる行行行には、東国の領主たちも、 死者を派遣したが、北条氏は死者を派遣しなかった。5月、東国取次の家康は、北条氏政と氏直に書状を使わし、氏政兄弟のうち叱るべき人物を上洛させるよう求めた。北条氏はこれに応え、8月には、氏政の弟の北条氏則が、名城として上洛し、豊臣北条両勢力間の緊張は和らいだ。また、 12月には宇治政が弁明のために上落する予定であることを伝えたが、この約束は履行されなかった。北関東の下屋国宇都宮周辺部では、三部城及び、かぬま城の三部義尾がもともと親宝城であり、宇都宮家の重臣で、孟家城城主の羽が高継も当初こそ鹿に従い、宝城に抵抗するも、天正17年ついにこれに屈し,し、佐野市には養子を送り込み、 ナス一族に対しても、北条氏主導的な名役を結んだ。これにより北条氏は、小田原海戦時点では下野の大半を勢力下に置いていた。さらに、日立国南部にも進出し、佐竹支配後の欧州の伊達正宗と同盟を結ぶなどしており、関東平野の制圧は目前に迫っていた。劣勢となった、佐竹義重宇都宮国津佐野坊津なら、 半法上司法の諸行は秀吉に近づくこととなる。年が明けて、天正17年2月、法上氏名を家臣のいたべ公設祭が上落し、秀吉は、法上氏が従属の条件としていた、沼田城の割上について、裁定を行った。また、来年春、または、夏頃の上落を氏政が提示したが、豊臣氏側に拒否されている。当時、沼田一園は、 真田氏の支配下にあった。秀吉は、北条氏、家康から、事情聴取を行い、沼田領のうち3分の2を、北条氏、3分の1を、真田氏のものとする、秀吉からすると情報に近い裁定を行った。また秀吉は、北条当主の上落の後に、沼田を引き渡すとし、これに対し6月5日付で、北条氏直より、 宇治政が12月初旬に上落すると伝えた。この上落の約束より先立つ形、つまりここでも秀吉は情報する形で7月、秀吉家臣の富田一泊と津田正月、徳川家康家臣の榊木原康政の立ち合いの下沼田城は北条氏に引き渡され、真田氏には大大大地として品の国民の輪が与えられた。秀吉は、 天正13年に関白に就任しており、この裁定は天皇から一天下の義を委ねられた存在である秀吉が行ったもので、この裁定に背くことはすなわち天皇の意思に背くことをも意味した。この時点では、北条氏当死の12月中の上落が前向きに検討されており、費用の調達や調整が行われている。 ただし、以降は皇術の名るみ城事件が起こるまで、北条氏から豊臣氏への恩信交渉は途絶える。11月10日、秀吉は佐野坊綱に対し、宇治政の上落がない場合、北条氏討伐のために関東に出馬することを伝えた。一方同年10月下旬、北条氏は佐田領となった領分の拠点である名るみ城に、 沼田城代、井の又国のを侵攻させ出しいわば先の秀吉の裁定を軍事力で覆した。この事件は、真田市から徳川氏を通して、秀吉に伝えられた。北条方からは弁明の使者として、石巻安則が上落し、豊臣氏側からは、先の沼田城引渡しと同じ面生活と、富田一泊が派遣されて関係者の引渡し、諸月を求めたが、 北条方はこれを拒否した。秀吉はこの朱印城の中で、宇治政上落の意向を受け、それまでの秘儀を許し、上野沼多領の支配さえ許した。しかるに、この度の殴る見攻めは、秀吉の裁定を覆す許しがたい配信であると、求断した。 これに対して宇治直は遅れて12月7日付の書状で、宇治政翌流や法上氏の国替えの悪説があるため、上落できないことと、家康が侵入した際に浅姫と婚姻し、大満所を人質とした上で上落する行軍を受けたことを挙げた上で、殴る見城事件における法上氏に対する態度との差を挙げ、翌流、国替えがなく心安く上落を遂げられるよう、 要請した。また、殴るみ城事件については、宇治まや宇治直の命令があったわけではなく、真田方の殴るみ城主が、北条方に寝返った結果であり、殴るみ城は、真田氏から引き渡されて、北条側となっている城なので、そもそも奪う必要もなく、全く知らないことである。殴るみ城は、上杉が動いたため軍勢を沼田に、入れたに過ぎない。すでに殴るみ城は、 真田方に変換したと弁明している。しかし、同時期、上野八方上主である、北条氏国が下野の宇都宮国綱を攻めており、これも、秀吉の施策に反する行為である。11月、秀吉は、関東の領主たちに、氏政の11月中の上落がない時は、来春に、北条討伐を行うことを通知した。11月21日付で、 真田正幸にも、書状を送り、今後北条氏が出資したとしても、城を乗っ取った者を成敗するまでは、北条氏を斜面しない、来春に出兵する旨を記している。11月24日、秀吉が家康へ書状を送り、来春の出陣決定と陣ぶれを出したことを伝え、軍事の相談のため、家康の上落を要請した。また、津田生活、富田一泊を派遣して、 家康領内の駿河国沼津の三枚橋城に在番させ、拠点地としての用意をさせること。北条からの使者石巻康則は、北条氏の返事次第で国境で処刑することも要請した。このように家康に対しても、北条討伐の意向を言明し、どちらかといえば、北条氏と懇意であった家康の動向が注目されたが、 秀吉と北条氏の仲介を断念した家康は12月に上洛し、秀吉に同意の意向を伝えるとともに、自身も対北条戦の準備を開始した。また、同日付で秀吉は北条氏に対し、五箇条の宣戦布告とされる書状を送った。この書状は12月5日に三枚橋城に追達だと、富田により北条氏へ届けられた。秀吉は、 小田わら性伐を前に、各大名に書状を発した。その書状中に、宇じを天都の整理に背き、帝都に対して、勘はかりごとを企みつ。何ぞ天罰をこうむらざらんや。所詮、不天下、直命に逆不やからは早く中罰を加えざるべからずと、記しすなわち、天都に背き、帝都に対して、悪巧みを企て、 直命に逆らう宇じに中罰を加えることにしたと述べている。宇じは12月17日、北条領国内の家臣多国州に対して、小田原への翌年1月15日の参陣を命じた。北条氏は、小田原で牢城することを決定し、1月に軍事動員令を出している。徳川家康は三男の長丸を事実上の 人質として上落させて、名実ともに、秀吉参加として、北条氏と断交する姿勢を示すとともに、先方部隊を出陣させた。この人質は即座に送り返され、秀吉は徳川に大使領内の軍勢通過の際の、瓶と、領内の諸条の使用を要求している。徳川は2月中にかけて、大軍勢の領内中流、通過の便宜を図るべく、 寮内の城や船橋、茶屋の整備を行った。2月1日に先方が出発し、同月中に、豊臣秀治、徳川家康、前田利家、織田信浦各大名が出陣し、24日に国元から出発した徳川軍3万が長久保城に着陣した。この長久保城は、北条方の山中城と 10km も離れていない位置関係である。 24日に、織田信夫が三枚橋城に到着。25日に、徳川が着陣3月3日に、豊臣秀寺治、ガモウジサの軍勢が到着。2月10日、毛利リ・元の水軍が、秋国・五福島を立ち。20日には、張リ国兵庫港に着いた。島国に、久喜吉高、来島道房、脇坂安次、加藤義明、長宗壁元地下。 その他浮田市、毛利氏らの戦績を超える豊臣方の水軍が集結し、出港。2月27日に、駿河国清水港へ到着した。軍船だけではなく、輸送としての任務もあり、大軍勢による長期の合戦が想定されたため、清水港には20万国を超える兵糧が運び込まれていた。3月に入ると、水軍は、秀吉の到達を待たずに、 伊豆長浜城を攻略。一降西伊豆の防御が手薄と見た、徳川水軍は、オバマ・カ,カが、豊田ダ国城、ヤギ沢丸山城を占拠し、向井・マサツナと、本田茂次は、荒里城と田子城を、と西伊豆の諸城と重要港を落としながら、伊豆半島を南下した。北条方は、伊豆の南端の下田城を防衛ラインとして、水軍を集結させており、 西伊豆の諸城祭には、少数の陸戦部隊しか配置していなかった。3月1日、秀吉は、御用税天皇から、北条氏の討伐を名目として、窃盗を賜り、呪落台から大軍を率いて東国に下校した。北方からは、いわゆる北国勢らが3月15日に、薄い峠へ進軍。大海八万、柏原塾、大垣城、清州城、 三河吉田城を経て、三月十九日に、秀吉が、駿府城に入り、徳川がこれを迎えた。二十七日、秀吉が最前線の三枚橋城に到着。翌二十八日、秀吉は、徳川と共に北条方の拠点である、山中城と韮山城を遠目に視察して、長久保城に入った。その他、出羽国の戸沢森康や道の区国の津軽ための村、 東北、東北の諸勢力も、秀吉の下に参陣し、諸領安堵を受けている。翌28日、北方では、松井田城攻めが開始された。29日には、箱根で、山中城が攻められ、こちらは1日で陥落した。後北上氏側は、関東諸合制圧の頃から秀吉の影を、感じ始めていたと言われ、その頃から、 万が一の時に備えて15歳から70歳の男子を対象にした徴兵や大砲駐造のために寺の鐘を供出させたりするなど戦闘体制を整えていた。また、ある程度とヨト軍の展開や戦略を予測しており、それに対応して小田原城の拡大集築や八王子城、山中城、二ラ山城などの築城を進めた。また、 それらにつながる城塞の整備も、箱根山方面を中心に進んでいった。一方、豊臣側では、参加諸大名の領地国高に対応した人的負担を決定。また、人ブれ直後に、長塚まっさに命じて、米雑国20万国余りを挑発し、天正大盤1万枚で、馬畜や穀物などを集めた。 長宗祖壁も土地下や浮田秀家、久喜義多からに命じて、水軍を出動させ、挑発した米などの輸送にあてがわせた。毛利照本には水軍を供出させたが、照本当人には、京都守護を命じて、孝子の憂いを立った。豊臣軍は、大きく二つの軍勢で構成されていた。東海道を進む豊臣本体や徳川勢の主力二十万、と、東山道から進む前田。 上杉、真田勢からなる北方帯3万5000である。これに、秀吉に教授にした佐竹氏真壁氏結城氏宇都宮氏大田原氏大関氏里見氏らの関東諸公税1万8000が加わった。なお、天正18年3月当時の参戦した大名のうち、内、官位、国高などの上位者は、以下の通りである。各方面での、総大将や、 講和交渉の窓口担当などに当たるのは、およそこの力関係によると推測される。豊臣政権内部での序列2位の実力者と目されていた、豊臣秀長は、当時病気がちであり、機内の留守居となり参戦していない。主力、豊臣秀吉、徳川家康、織田信夫、織田信兼、賀茂氏里、黒田義隆豊臣秀治、豊臣秀勝。 浮キ秀家、細川忠興、小早川高影、吉川博家、宮部慶淳、堀秀政、池田照正、浅野長政、石田三成、長塚正家、立花宗茂、大谷義嗣、石川和正、増田長森、高山右近、筒井貞治、八塚家政、大友義宗、加藤清正、福島正則、長谷川修一、 滝川武尻、庭長重金森長近金森果重京国工事。約17万。推定総計約21万。豊臣側の基本的戦略としては、北方隊で牽制をかけながら主力は、小田原への道を阻む山中、二良山、足柄の山城を武力で突破し、同時に、水軍は、 伊豆半島をめぐって、小田原沖に展開させ海上輸送を封鎖する方針であった。一方、兵力で劣るとは言いながらも、御北上氏側も、支配下の諸将に、小田原老城を命じ、五万余の兵力を小田原城に集め、そこから精兵を抽出して、山中、にら山、足柄の三条に配置した。主力を小田原に引き抜かれた各城の留守居部隊には、 普段は兵力に想定しない徴兵した老僧年の男などを当てたが、守備しきれることを想定されてはいない。助江戸城などは、城が空になったため、豊臣方に無抵抗で接収されている。各方面から豊臣側が押し寄せてくるのは想定されていたが、それ以上に、主力は東海道を進撃するのが明らかだったため、 箱根山中での迎撃持給戦を想定した戦略を推し進めることになった。宇治に宇治てる伊勢ただし雲らは野戦を主張したが、宇治ノや松田のリヒデらは、老城策を主張した。宇治区には、領内ではなく、駿河国に大きく打って出て、藤川などで海戦を行いたいと主張したが、この野戦策が入れられないことに不満を持ち、手勢を率いて、 八方城に帰る事態となった。こうして、最終的に、小田原老城戦略が取られることとなった。松井田城には、大道寺正重が率いる、数千の兵が、さらに、立林城などにも、同程度の兵が割り振られていたことを考えると、小田原、箱根西方だけではなくその他の諸拠点、特に北方からの侵入軍を迎え撃つ城にもある。 程度の備えは配置されていたと言える。天正18年春頃から、豊臣軍主力は、かつて、源の頼朝が、平家打倒の挙兵の際に兵を集めた木瀬川周辺に、集結した。3月27日には秀吉氏自身が、沼津三枚橋城に到着し、29日に、小田原城に向け進撃を開始、進撃を阻む、山中城には秀、秀次。 徳川勢を、二ら山城には、織田信夫勢を当ててそれぞれ攻撃を開始した。山中城箱根峠、山中城小田原城三島箱根峠と山中城、などの位置関係山中城の攻撃軍の対象として、秀吉は、平数と官位のより高い家康ではなく、秀次と認識していたとする説がある。北条方も西の関門である。 この城の重要性は重く考えていたようであり、武勇で知られた安里ら松田兄弟のみではなく、一族の北条宇治つら、玉縄州や間宮市、影山氏らの援軍を、さらに初夏に命じて、増援を割り当て、城に派遣している。それでも、なお、大要塞として構築してしまい、かつ開戦の直前までもなお工事が続けられ、豊臣市に備えて、 足柄城などとともに増改築されていたが、故に未完であった、灯される、一大要塞である、三中城を正しく完全守備するためには、四千人では、全く人数が足りなかった、とも伝わる。間宮康都氏は、前日に、孫の名を元を城から出し、小田原に送っている。3月29日の朝8時半頃に豊臣方の、攻撃が始まると、大先で丸に、 攻め手が殺到した。デマル守備のマミア・ヤストシゼが、銃撃などの猛烈な抵抗を行い、コ春は手勢を率いて、突撃と退却を繰り返し奮戦。マミア・は2時間ほど抵抗するが、デマルは陥落した。この際の一番乗りの先行を上げ、中村家の旗を掲げたのが、渡辺官兵衛と伝わる。攻め手は、大手からの三の丸攻略の最中に、 一矢投げ自家松が銃弾にて打ち死にするなどの損害を出したものの、なお、力攻めを続けた。これについて、こう焦った、豊臣秀次が、無策にひたすら力攻めを命じたとも伝わるが、対策で丸と大手に猛攻を加えることで守備を集中させ、一方で、徳川軍に西の丸を攻略させることで、城の欠点と守備兵の不足をうまくついている。 豊臣方は総大将の秀吉が長久保城に到着する以前から山中城周辺についても調査を行っており、その調査をもとに軍議を重ねている。これにより城の縄張り及び攻略の糸口を掴んでいたとも推測される。多数の損害を出しながらも、諸将の活躍により各は次々と陥落。西の丸が陥落した段階で、本丸の松田や砂川、 北条氏勝兄弟や弟の松田康志号を逃した。松田康長は手勢200と共に本丸の建物にこもっていたが、矢倉を守っていた100人ほどの将兵が土涛の大軍に押し寄せられて敵味仕方一丸となって矢倉ごと掘りに転落するような状況で守備方は壊滅し、午前中のうちに城は陥落した。松田以下、間宮兄弟、頼ん名が正しい。 長谷川地下で追沼市宮平は戦死し、北条方の戦死は約2000人とされる。小田原の西の守りであり、鉄壁であるはずの山中城が、豊臣方の前にわずか数時間の戦闘で落城した。この事実は、小田原北条市陣営に深く重い衝撃となった。秀次の力攻めの方針により豊臣方にも結構な損害が出たが、 それを上回るダメージを敵に与えたと言える。その他、徳川勢別動隊は、山中城落城の同日に、高野巣城を落とした。徳川軍は、高野巣城に入城し、短期間だが本拠とした。同じく、箱根越えの要衝であった、足柄城は、佐野市、ただし、北条志向が守備していたが、山中城の陥落を知ると首相は、 主な兵をまとめて城を退出、小田原城守備軍に合流したため、翌日に、徳川騎下の井直政隊が工場を開始したが、戦闘らしい戦闘はなく、4月1日に落城した。河村城、河村新城などを含め、山中、足柄城を中心とした、小城祭のネットワークもすべて陥落内市は放棄され、小田原城異勢は、豊臣味方の勢力圏となった。 経路上の要害が次々と陥落したため、豊臣方の先方部隊は早くも4月3日には小田原に到着した。一柳自家松の戦士を聞いた秀吉は深く落胆し、3日ほど口を聞かなかったという話が伝わる。ニラ山城ニラ山城ニラ山城の一天章を18年3月29日から6月24日まで続いた。ニラ山城では、 攻撃側の十分の一の城兵が、織田信夫勢を阻み、包囲自給戦となった。首相の北条氏則は、非改戦派であったが、伊豆国のようかつ小田原北条氏のゆかり深い道場を、守ることとなった。秀吉から、まず会場交渉を命じられた、徳川家康は、小笠原丹波を使者として交渉するが氏則はこれを、拒絶した。 帰陣した小笠原はただ包囲するだけの大軍を、不甲斐なく思い、勝手に攻撃を始めた。これを、江川英吉に撃退され、小笠原は討ち死にした。秀吉は、二良山城包囲のための最小限の兵力だけを残す、陽明寺、小田信夫以下の主力は、小田原方面に転身させた。老城法は4ヶ月以上の間をしのいだが、秀吉が、徳川家康と、 黒田義したかを、交渉役として、会場を迫り、北条領内の城が次々に落城している。北条方の現状を伝えて説得したため、もともと非改戦派であった首相の宇治則は、幸福会場に応じ、6月24日に家康の家臣、内藤信成が城を受け取った。宇治則は以降、小田原会場のための説得工作に尽力した。城の江川ぐるわを守備した。 第一領主の江川太郎左衛門こと、江川英吉であるが、英吉の嫡男の江川英長は開戦直前に出奔し、徳川方として参戦していた。英長は以前から北条氏の死者として徳川に送られることがあり、英長が北条家中で揉め事を起こした際は、北条氏の利口人で徳川家に避難していたこともある。 会場交渉はこの親子もその一端を担った。宇治則は、他の兄弟と比較した場合、これまでも相対象的な地位を担ったことはあるが、主に外交交渉面での活躍が目立ち、その部を評価される機会は、あまりなかった。しかし宇治則は常々、1000や2000の兵を直接再配できる将になりたいと、希望していたが、非海戦派としては、 望んでいなかったはずの牢城戦の対象としてこれが実現してしまった。ここで宇治ノは牢城戦をよく指揮したため秀吉は宇治ノを再評価し、織田信夫では城を落とすことはできないと判断して、織田勢を小田原城方位に移動させたという話が伝わる。下田城下田港。中央の岬が下田城市伊豆半島南部に位置し、北条水軍の根拠地であった。 下田城は、北条氏直から前任を受けた、清水康秀が守備した。西伊豆の諸城から兵と船を引き上げ、防衛ラインとして、下田城にすべてを集中させた。この用意は、前年度中からすでに始まっており、梶原慶州などが合流して、兵2800にて防備する予定であったが、梶原ら主力は、小田原城の海上防衛に当たるために引き上げた。 一説には、清水と梶原による主導権争いにより、梶原が兵を引き連れて去り、これを小田原も容認した、とも伝わる。大型の畑船などを動員し、手薄であった西伊豆を3月以降の芝叩く間に、支配下に置いたという富方は、4月1日に下田城攻めを開始した。西伊豆から上陸した部隊は、陸路からも城に迫った。 この上陸部隊と交戦し、3月25日に岩戸の寺城で清水英吉が戦死している。加藤義明は下田港に上陸し、町を焼いて、出丸を占拠した。4月1日に徳川勢の本田茂次、向井正津奈良が荒り取りで田子取りでを落とした。3月29日の山中城の落城により、進軍速度が早まったこともあり、 秀吉からは、水軍を速やかに、小田原沖に展開し、海上を封鎖するようにとの命が、下った。工場側は、長祖壁元地から2500を残し、主力の橋場秀長、浮田秀家などの残りの将兵は、東伊豆を北上した。清水康秀は、総兵600余で、約20日にわたって、牢上抵抗した。長祖壁軍は、海上から大砲を打ち込み、 北条方に損害を与えた。4月7日には、江戸は沙汰田の叔父の江戸光頼が戦死した。4月23日、脇坂安次と安国寺衛系が降伏を勧告し、安秀は起承文を交わし会場した。安秀は河津の林財寺に退去した。五北条支配下の伊豆水軍の最大の拠点を制圧したといと見方の水軍部隊は、 他の伊豆半島沿岸の水軍諸城も落とし、小田原沖に展開して、小田原市外の海上封鎖に加わった。先に、山中城落城から脱した影山市広氏は、居城の河津城に帰還していたが、この影山貞広らと共に戦わずに海上した。以後は、修善寺付近で沉居した。玉縄城玉縄城、掘り切り先に、山中城の落城の際に脱出し、 落ち延びた、北条氏勝は、これを恥じて自害しようとしたが、家臣の朝倉景澄や弟の直重、重広氏らに説得され、手勢700機を率いて、巨城の玉縄城に逃げ戻り牢城した。この際に、小田原城の北を介するルートで、玉縄に戻り、すなわち、小田原城牢城軍に顔見せもなく合流することも、なかったため、北条氏政に疑念を持たれている。 その後、徳川騎下の本田忠勝らを中心とした軍にしろう。包囲されるも抵抗らしい抵抗はせず、家康からの使者である、鈴木秀綱、松下三郎左衛門や、城下の大王子住職の世たちによる説得に応じ、4月21日に降伏会場。会場後は、徳川氏や古田重成、瀬田正忠らが守備した。以降、氏勝は、豊味方として、 下宇佐地方の北条方の城の無血海城に尽力する。石垣山城より小田原城を望む。連城ウィンドル山中城と周辺の諸城を落とした、秀吉本隊は4月1日に箱根山に本陣を移した。諸将は箱根を越えて小田原に進軍し、海からは伊豆を経由して、九したか、加藤義明、脇坂安寺らの水軍が迫った。4日、 徳川家康や堀秀政らが、小田原の包囲を開始した。5日、秀吉は、箱根湯本の総運寺を占拠し、当初この寺を本営とした。この寺は、小田原包条氏の過疎とも言える包条総運に、由来する、包条氏の菩提寺であった。8日、虹山城を包囲していた軍勢のうち、小田信夫らが、小田原包囲に加わるために移動。虹山城は、 八塚家政、福島正則、戸田勝隆、筒井貞次らが継続した。この包囲がなされていく間、城方からは抵抗らしい抵抗はなかった。九日、小田原城中にいた、中は広るが、手勢百余と共に城を脱出し、木村茂るここの陣に投降した。またこの頃、三陣命令を受けていた、安亡国の里見義安が、 浦賀水道を渡って、対岸の相模国三浦半島に進軍した。小田原包囲戦が始まると秀吉は、小田原城を見通せる、石垣山に、石垣山城を築き始めた。また、茶人の千里休を主催とし、大茶会などを連日開いた。茶々などの祭女や、音義衆も呼び寄せ、箱根で、温泉旅行などの娯楽に興じた。また、法上公越。 本因坊三差も招かれていた。水中は博輝が投稿した際、一緒に、茶人の山上宗司が投稿してきた。宗司は、秀吉の歓喜に触れて逃亡し、北条氏に世話になっていた身であった。利休の取りなしにより、秀吉はこれを許したが、茶席を設けた際に不作法があり、宗司は処刑された。5月27日、法囲の陣中にいて、堀秀政が病死した。 予想以上の進軍速度のせいでもあったであろうが、小田原に駆けつけた北条氏側の兵の中には、北条側の包位が完成してしまった後に、到着してしまった者もいた。だが秀吉は、当人の希望通り牢上できるよう包位を、通してやった、との話が伝わる。北条氏側は、北方軍の進軍を阻害するため、被護していた、相木ふさより、友の正し長主を、 信濃国に潜入させ、作軍の白岩城で拒兵させたが、これは徳川家から松平公国が派遣され、即座に鎮圧され、友野は、廃止し合いきは、上野国方面に逃走している。また北条方は、薄い峠に、与来与左衛門を廃して豊富方の信仰を、阻害しようとした。前田勢、上杉勢ら北国勢と、途中で合流した。 新州勢を主力とする、北方軍は、薄い峠を越えて、関東平野、上野国に進行戦とした。松井田城主であり北条氏類大の重臣であった、大道寺正重はこれを、薄い峠で迎え撃つも、よらが、真田勢の先方の真田の武勇体に打ち取られ、主力も、真田軍と激戦になり、総兵力で、圧倒的に劣勢であったこともあり、 松井田城に退却し老城した。豊臣味方は、薄い峠を越え、関東平野に侵入した。松井田城、松井田城、松井田城の一転生を18年3月28日から4月20日まで、続いた。北方隊は、松井田城攻略に取りかかった。3月20日に総攻撃が行われたが、守る大道寺勢はこれを防いだ。北方隊は城を包囲し、 周辺地域に放火し、城塞を削るように攻撃を続けたが、城型の必死の抵抗により工場は、父として進まなかった。北方隊は、松井田城は包囲したまま、周辺の城塞を攻略して回った。一方の東海道方面では、山中城が半日で落城したため、予想以上に、小田原包囲が早まることとなり、北方軍は秀吉から、 松井田上攻略の特則を受けている。焦った、北方軍は、向上の勢いを増した。首相の正重は着手を脱出させ、自らは激しく抵抗するも、連合軍の猛攻の前にクルワを一つ、また一つと落とされ、水の手をたたれ、兵糧を焼かれ、総攻撃から1ヶ月後の4月22日に終わりに、降伏会場した。一行、正しは、 北方隊の道案内をすることとなった。北方隊の関東平野侵入、制圧神殿金山城前後して、北方隊は4月17日頃に、国宝城、宮崎城の諸城、馬屋橋城、三ノ輪城、白井城松山城、その他西巻城、石倉城、神殿金山城、大古城、白倉城、西堀城など、上の武蔵北西部の各城を開城。 または攻め落とした。西牧城には72歳の田辺数王主張州なる、将が武蔵国から派遣されていたが、攻めての松平広告兄弟により城は陥落し、田辺は城近くの大岩の上で切腹したと伝わる。ほとんどの各城はそれぞれ主力や、当主自身が小田原城に牢城しており、留守を預かる程度の兵や城代活進。 近隣領民などしか牢上していなかったため、戦意が高かったとは言い難かった上、圧倒的な軍事力の差を前にしては降伏会場、もしくは敗北する、外の選択肢がなかった。松山城では、当主の上田健城が主力を率いて、小田原城にいたため、城代の山田直康以下、南端賢治や金子家元、広志智則、若林直森ら約2300名が、 松山城に牢城したが、前田利家、真田正幸、上杉景勝らに包囲攻撃されたために、降伏会場した。甲軍の三千余機が、前田軍の先手に加わり、八王子城攻撃に参加した。なお、この間に、石倉城で、松平公国が戦死している。桐生城の由楽西下も小田原に牢城しており、留守の城は、母親の妙院にが守備していたが、 明院にが国重着難の帝主義を建てて、気流城を開城し、兵2000を集めて、松井田城攻めに加わった。これが評価され、戦後に明院にに対して、日立国宿城5400国が与えられ、由良氏は存続することとなった。4月末に、前田敏家は、降伏した、大道寺正重不死を伴って、小田原包囲中の秀吉の下へ参陣している。 5月1日に、自軍へ帰還しているが、護衛の軍勢を引き連れていたとはいえこの時点ですでに、上野から小田原間に、豊臣軍の通行の妨害となるものが少なかった、ことが伺える。なおこの往路で、大道寺正重は、地上の川越城に会場勧告を行っている。歴戦の要害、幼少である川越城の本来の首相は先に、松井田城で降伏した。 大道寺正重であり、城は、正重のこの名秀が、大道寺氏の留守守備部隊を指揮していたが、正重の降伏を受ける形で、川越城も降伏会場し、前田軍が入場している。以降の大道寺氏の軍は、秀吉方の道案内を務め、各城攻めにも加わっている。武蔵国の平野部にある館や城は次々と会場、もしくは陥落したが、奥地である。 秩父方面にまで、豊臣軍が進出した形跡は乏しい。浅場城では、当主の浅場白主力が小田原に牢城したため、生まれつき石岩の姫やカローラで守備していたが、前田、上杉勢に攻められて落城し、姫は堀に身を投げた。以来その堀跡の池では、魚はすべて石岩である、という伝説が残っている。南方からの火星一方を、 東海道方面から進出した主軍は圧倒的多数で小田原城を完全包囲していた。秀吉は包囲勢から兵力を抽出し、北方隊を助ける部隊を編成し、武蔵に進撃させた。朝の長政に率いられた2万を超える、この軍は前室の相模国玉縄城や、スケド城、江戸城と進軍した。4月28日、秀吉は、 朝野隊に対し、川越城方面で、北方隊と合流し、八方城を攻略するように命じたが、朝野隊は、翌29日に、河西城を陥落させると、そのまま下宇佐国方面に侵入した。本佐総城酒田城宇久城、朝野長政や木村茂ここ、徳川家信、玉縄城の交渉であり道案内及び、 海上説得役の北条氏治らで構成された、下宇佐方面軍は、小金城、森屋城、岡見氏の牛久城と東林寺城、時元氏の龍ヶ崎城、木原城、江戸崎城、原氏の拠点の宇水城、伝統ある、武士団千葉氏の本拠であった、本佐草城、鳴門城、上ズサ堺市領家の東金城と、土木城、上ズ武田氏のマリアツ城長南城、 シーズ城、酒田城、小見川城、北清美城、万喜城、国部種政の大崎城、柳田春城、柳田亭介の水会城など、諸城を、次々と開城させた。このあまりの急進撃に、浅野に対して、秀吉からは敵である、暴走諸将の不害無さをなじった上で、暴走諸城の攻略は、先行として認めないとする諸城が送られたほどであった。 ただし5月12日時点でも秀吉は浅野に対し、北方の八方城攻略軍に合流するよう指示を出していたため、相当な命令違反行動であり、5月20日には、秀吉から浅野、木村両名へ、八方城へ向かわない件について、長文の喫問状が送られ出席されている。つまらない城を2万の軍勢で受け取るのではなく、工場は2、 三百人の使いを出して受け取ればいいから、早急に八方城に包囲軍に加われ、という旨が書かれている。先の書状の20日時点での朝野らは、命に従い急ぎ軍を返して、武蔵区に方面に進行しており、地の城や工術する岩月城を攻め、5月21日時点で、岩月の二の丸三の丸を落とした、と秀吉に知らせている。秀吉は、 一人残らず、打ち果たせ、女子供はすべて連れて来いと命じたが、浅野は、会場条件として、上兵の除名をしてしまっており、25日に、この件での再度出席と、急いで、八方城へ向かうように、との指示を受けている。ただし浅野は幸福会場処理のため、6月1日まで、岩月城に泊まっている。この軍は6月8日には、 北方軍の前田利家らと合流し、押し白攻めに加わった後、前田や上杉らと、やっと八方城の攻略に向かっている。これら、暴走、武蔵の諸城の異常とも言える早さでの陥落の理由は、北方の諸城と同じである。各城が本来動員できうる兵力のほとんどは、小田原城の牢城戦のために動員されており、当主や、 上主自身も小田原城老城に参加していたために、どの城も最低限の守備兵すら確保できない状態での老城戦となったためである。例を挙げると、下佐の小金城の高木氏の動員軍事力は、豊臣側が作成した関東発集書状覚書には700機と記されているが、実際には、上主の高城種の虎、大半が小田原城に老城し、 小金城が包囲された時に残されていた守備軍は200機と軽率300名であったとされる。原氏の拠点の一つ戦以城が攻略された際、上昇の原井尉が堺家次に討ち取られたとする説がある。当主を失った原氏はしかし、着難の原種吉が小田原城に詰めていたため、原国坊を名城に建てて、薄井城に建てこもったが、上述の通り開城をしている。 本佐総城の場合、北条氏からの養子である、千葉直茂も本来の血統の当主の千葉重げ種も、共に小田原城に詰めていて留守であった。北方戦線の箕輪城の場合、北条氏としては決して失いたくない重要拠点ではあったが、豊臣味方の大軍勢と、周辺諸城が続々と陥落していく中、 その状況を見た上兵によるクーデターが発生し、首相の柿橋が追放されて、無血解除をしている。ただし決して法上方が弱かったわけではなく、ある程度の兵士が確保されていた、八方城や立林城、首相が指揮を取った、前室の松井田城、東海道方面でも城主が首相となった伊豆方面の、二ら山城などは、豊臣味方も攻めあぐみ、 それらの城を攻略する際は、豊臣味方にも、相応の損失があり、進撃の速度は大幅に落ちている。また、山中城を脱出し、玉縄城で先に降伏した、北条氏勝や重臣である、大道寺正茂らの、元北条法の所掌による、降伏会場の説得交渉に応じた城もあり、さらに彼ら交渉による、各城の攻略時の案内、具体的に言えば、 城の弱点の提供という情報的有利さも影響している。有名な話としては、八王子城攻略の際に、交渉から進言された裏門からの攻略を行った、県が挙げられる。岩月城岩月城岩月城の一点勝を18年5月19日から22日まで続いた。岩槻城は、城主の死亡により、来たるべき豊臣軍の来襲に備えて、 城の防御力を上げるため、城を囲む長大な堀を新たに構築してあった。しかし、死亡以下の主力は、小田原城に牢城したため戦力を欠き、不我郎である、伊達ふさみの指揮の下で数日間の激戦が行われたが、悲賀の戦力差はどうと申しがたかった。19日に、総構えは破られている。攻撃側は秀吉から、早々に、 八型白攻めに取りかかるように、との再三の督促を受けていたため、城に対して持久戦ではなく、火攻めと力攻めで押した結果、老城側は、兵のほぼ半数である千四人の死傷者を出した後、降伏した。秀吉からは、岩月の兵はすべて殺し、女子供はすべて連行するようにとの指示があったが、責任者の浅野は生き残った者や、女子供を除名し、 つまりは、秀吉の指令を無視した。この命令無視もまた、浅野は秀吉から叱責を受けている。資料によっては本丸が降伏した際には、非戦闘員しか生存しておらず、伊達坊寺以下の戦闘員は全て死亡していた、ともされる。また、北条宇治政妹の長林院が、木内の特に非戦闘員を指揮し、鼓舞していたとする話も伝わる。会場後、 除名された、非戦闘員のうちに長林院と大田志望の室が、いたが、これを世話できる者がいなかったため、小田原征伐が始まる前に拘束されていた、石巻や須則が派遣され、二人を保護した。八型城八型城八型城,城の一八型城市、天正十八年五月十四日から六月十四日まで、続いた。八型城城主の宇治区には、北条当主一族であり、 政治にも軍事にも、功のある人物であった。小田原城老城作に反対して、宇治政らと意見が対立した。宇治国は、老城より先に、積極的な野戦迎撃を解き、駿河国に打って出ること、平野部での大規模な野戦を主張したが入れられなかった。このため、小田原ではなく次城に帰還して老城した。御詰めもなく、比賀の差は十倍以上であったが、 家臣らと牢情戦を戦った。秀吉は、八方城の動静を気にしていたらしく、小田原人から分離した援軍の浅野軍に対し、北方軍と合流して、早急に八方城を攻略するよう、何度も何度も指示を出している。6月13日、押城攻略を行っていた、北方軍と浅野軍が分かれ、八方城の本格攻略に向かった。浅野軍であった、 本田忠勝が近隣の山に大砲を運び上げ、城に向かって打ち込み始めると被害は甚大となり、上兵の除名と引き換えに、首相の宇治国は解除した。八方上皇賞の前田と家が宇治国の除名嘆願を行い、宇治国は提発することで一命を許された。戦後、身柄は前田の預かりとなり、前田領内のの渡国屈向きに治業宣告を得た。 朝野長政と、真田正幸は、お市場へ向かい、包囲軍に戻った。立林城、忍立林を攻略するよう命じられた、石田三成、長塚正らは、下付方面の関東諸行と合流し、立林城を攻めた。5月29日に、立林城を攻略し、お市城の攻略に移動した。この落城の際、次のような話が伝わる。 立林城は、追記寺の狐伝説が残る城であるが、この城は沼地に囲まれた天然の要害であったため、数日間をかけて、攻めるも効果が少なかった。このため豊富方は、近隣の山から木材を伐採し、1日をかけて、城の周辺に木道を構築して、城攻めの道を作った。翌朝から本格的な構成を行うつもりであったが、 朝になるとこの木道は一つ残らず消えうせていた。警備の兵も誰も異常に気がつかなかった。お市場の戦いお市場お市場の,市場の一転勝を18年6月5日から7月17日まで続いた。石田三成が婦人した丸墓山古墳、石田三成、長塚正家らは、立林城を攻略した後軍を返し、6月4日頃からお市場に取り掛かった。 お城の成田市当主の成田市長と弟の安地下が小田原城に牢城したため、城は一族などの留守部隊と近隣の領民だけの貨幣となっていた。当初の牢城軍の主は市長の叔父の成田大輝であったが、牢城戦の始まる直前に死去したため、一族牢島相談の上で大輝のこの長地下が指揮を取ることとなった。当初は6月8日頃に前田利家、 上杉景勝、真田正幸ら北国勢と、浅野長政や木村茂ここ、徳川勢からなる浅野隊が合流し、彼ら主導で、浅攻撃が行われたが合流は沼や河川を堀として、効果的に利用した県上であり、豊臣軍は攻めあぐねた。秀吉からは、根川を利用した水攻めの指示があったが、石田三成は秀吉に対し、 もっと積極的な攻勢をかけるべきではという伺いを行った。しかし6月12日の秀吉からの返信では、三成に対し改めて水攻めの注意点をこと細かに指示している。翌13日、北国政と朝野隊は離脱し、八型白攻めに向かった。攻めては、石田三成を、 大将、長塚正也を副将として、佐竹義重や宇都宮国綱、結城春友、北条氏治勝、田谷重紬、水谷勝都市、佐野坊綱などの日立ち、下野下卯、上野の諸将を先方に、本人を、大市城を一望する近くの丸墓山古墳に置いて、大市城を包囲し、利根川から、大市城付近までの長大な貯水艇の築艇が、進められた。 現在残る石田筒美しかし予想に反してト根川の水量が貧弱であり、水攻めの効果は薄かった。その後の増水により水攻めに光明が見えたが、城型が筒を一部破壊し、そこから決壊して豊味方に溺死者が出た。結果として城周辺は大湿地帯となり、人馬の行動が困難になり、すなわち力攻めも困難となり、 おししろ攻めは7月に入っても続くことになる。八方城を落とした、浅野長政や真田正幸、信重親子らが増援となり、攻撃は続いたが、秀吉は、力攻めではなく、水攻めを続けるように指示した。その後の再三の攻撃もしのいだ。おし城は落城しないまま、小田原城が先に開城してしまった。小田原で降伏した、市長の説得により、 お市城は開城した。城の接収には、浅野長政らが務め、この際の浅野指揮下に、秀吉軍に侵入した、大田原春清がいる。八王子城の戦い八王子城八王子城の位置、影響とご主殿石垣天正18年6月23日。八王子城攻めには、上杉影勝、前田利家らの部隊約1万5000人が、動員された。 当時八王子城は、城主、宇治テが不在で、城内には、城代の横地義信、家臣の狩りの一案、中山あい近藤綱秀、設楽義久を呼び、近隣の農民、婦女しら約三千人が立てこもっていたとされる。先に、松井田城で、降伏会場した、大道寺正しの手勢も、攻撃軍に加わり、城の絡めての口を教えたり、正面から、 自身の軍勢を猛烈に突入させたりなど、工場船に再始働いたとされている。金子氏は城内にも、攻め手にも、金子氏がいたため、同族が戦うこととなった。豊臣味方は、前夜のうちから城の大手と絡めての双方から、進行し、力攻めにより早朝には、要害地区まで守備隊を追いやった。その後は激戦となり、 せめても千人以上の死傷者を出し、一時は攻撃の足が止まったが、上杉影勝の下にいた、藤田新吉の家臣の平井無心がこの周辺の地理に、詳しく、抜け道を案内した。この絡め手川別動隊の奇襲が成功して、その日のうちに城は陥落した。宇治テル聖の日左をはじめとする木内の浮上師は、自陣、あるいは、御主殿の滝に身を投げ、 滝は三日三番、地に染まったと言い伝えられている。取られた将兵の大量の首は、本来の上主であるうじってるもこもる小田原に運ばれ、船に並べて、堀に浮かべられ、または捕虜にしたものを、小田原城の城門近くにさらすなどして、八王子落城の現実を小田原城守備兵に見せつけることで、豊臣味方は小田原城の早期会場を迫った、と伝わる。 城代の横地県も追加の残兵は脱出し、玉のさらに奥地であり平山市住の守るひばる村のひばる城を目指した。山間部にあるひばる城にて、平山やま市中以下は奮戦したが、前田利家や上杉影勝らの大軍勢にはかなわず7月12日に、落城し塩村平山一族は、城下で自陣した。城には、情報が伝わっていなかったが、 この落城時、小田原城はすでに降伏会場となっていた。八王子城には会場以降、前田軍と上杉軍が在陣した。海戦前夜、伊達政宗木馬蔵北方の伊達政宗と対立していた、佐竹氏は、早くから、中央の小田氏や豊臣氏と連絡を取っていた。伊達氏は、佐竹氏を挟む形で、小田原北条氏と同盟関係にあり、佐竹氏は、 伊達氏を挟む形で、上杉す影勝と遊戯を深めていた。一方、北関東の小諸校はその同性として、小田原の参加となるか、あくまで逆らい滅亡の道をたどるかの選択を迫られていた。佐竹氏は、そのような諸校を庇護し、あるいは宴席となることで、藩法上市の連合を形成していた。前年の天正十七年、すり、上原の戦いの結果、 佐竹義重の次男の足名義広は、伊達政宗に敗れ足名氏は勢力を失い、南欧州の諸行が、伊達氏の参加に下った。ただしこれは、総武事例に違反しており、豊臣氏の出兵理由ともなっている。これにより、南北を伊達と北条に挟まれた佐竹氏は、存続の危機に陥っていた。下屋国でも、北条氏の圧迫は強まり、 参加に降る勢力も多くなっていた。交戦した宇都宮市は、天正17年9月に、北条氏国に、宇都宮城や多工城を攻められ、家臣にも、北条市へ下る者が現れる中、本郷要害の滝山城に移して抵抗交戦の構えを、見せるも、風前の明かりといって良い状況であった。なおこの宇都宮攻めも、豊臣市の総武事例に違反しており、 北条氏征伐の名目の一つとなっている。このような状況の中、豊臣氏による小田原征伐が号令された。日立国と下屋国佐竹義信結城春とも、皆川城石太太山学祭、小山秀綱当初、南王州にて、佐竹義重の着南義信は、伊達政宗と退陣していたため、身動きが取れなかった。一方下屋や日立の北条方の諸行は皆、 兵力を従えて、小田原城老城に加わることを義務付けられていたため、これらの手薄となった北条方の城は4月下旬から5月にかけて、佐竹市を中心とする藩法城市の諸行によって、次々と陥落させられた。結城春友と朝勝は、小山秀綱の小山城と、近藤實方の江本城を5月半ばまでに奪い、佐竹勢と、 宇都宮国綱や羽賀高次、多幸綱次は、三部吉尾が留守の鹿沼城や三部城に4月16日に攻撃を開始し、29日に占拠した。三中は広照が留守の皆川城も開城された。しかし、北条氏に屈服して、数年来、宇都宮市や佐竹氏と交渉してはいたが、もともと豊臣側と吉見を通じていた、三中は広照は、4月8日に、 小田原城を脱して包囲する、豊臣側の陣所に投稿していたため、皆川氏に城は返還され、徳川氏の付属として、本領安堵された。さらに吉信は、宇都宮国綱らと共に、兵一万を伴って豊臣方に参陣し、5月24日に、結城春友と、田谷茂純、5月27日に、佐竹吉信と、宇都宮国綱、 結城朝正良が、小田原にて秀吉と面会を果たした。そのまま、押し白攻めに加わり、戦後は、欧州市きなどにも従った。もともと、豊臣氏の幕下に加わっていた上に、これらの選考が認められ、佐竹氏は8月1日に、日立一国の再配を任された。これにより、真壁氏や戸村氏、社氏、小野尾崎氏など、 旧国人系の勢力が正式に、佐竹氏の家臣となることとなった。南日立には反法上勢力として、水戸城の江戸重道や府中城の大城清清美木が、いたが、この両者は、お互いを牽制し、小田原に参陣することができなかった。この両者は参陣できない件について、佐竹氏に取りなしを依頼しているが、佐竹氏はこれを目殺した。 このため江戸市と大城市の領土は安堵されず、同年12月、豊臣政権を後ろ盾に、佐竹市は両者を攻め落とした。佐竹市と長年死闘を繰り広げていた北条方の小田七も、領地を没収され、翌天正19年2月には、日立南方の鹿島、行方領軍の南方33巻と称される、鹿島市など大城市一族の国人領主は、 佐竹氏本拠の大田城に招かれた席で一度に、暴殺された。さらに同年、江戸氏氏族の構想に乗じ、ぬかた城の小野崎ジャオトンを攻め、秀吉からの退場勧告を突きつけた。ぬかたの小野崎氏は下野の大関氏を頼って落ちていき、さらに日光中禅寺に逃れ、伊達氏の庇護を得た。こうして、豊臣政権を後ろ盾として、佐竹氏は、日立一国を統一した。 元は、岩月城主であった、大田助政と、助武親子は、北条氏との幾多の交争の後、佐竹氏に、拡張扱いで、庇護されていた。親子は、秀吉に越見し、翌年の江戸市、大城氏攻略にも、功績を挙げたが、丘陵岩月期間は叶えられなかった。助武は後に、結城氏の招きに応じて、有城家臣となった。宇都宮氏沖を経て、 下津国内では、小山氏や三部氏の所領が没収された。小山秀綱は、実定の結城春友の下に身を寄せた。結城春友は11万国の所領を安堵され、結城家臣の下立城主の水谷忠志村や、下妻城主の高谷茂紬、山川浅信らも、所領を安堵され、結城氏の寄力大名となった。宇都宮氏は十八万国の所領を安堵されたが、 最盛期よりは、所量は小さくなった。前年から、上方の豊臣氏に侵入していた塩谷氏も所量は、安堵された。ただし、秀吉からは、佐竹、宇都宮並びに、家来の者ども、田賀や水谷に対して、不要な城を破却するように、との命が出され、領内の小義や取り出が破却された。伊達政宗に対しては、浅野長政らが、 説得命令を続けた結果、悲願の差を鑑みた伊達氏主従は4月15日に、合図黒川城を一旦出立した。正宗母親の義姫による実定の伊達小次郎擁立、及び正宗独殺未遂、正宗による聖堂暴殺などの話が残るのは、この時期である。順当に考えれば、合図から下屋国方面へ出るのが小田原への最速最短の航路であるが、 戦場となっている、北条領を通過することになり、旧敵佐竹氏らと出会う可能性もあるためルートを変更せねばならず、一旦黒川に帰還した後5月9日に再度、出立ち、米沢から小国を経て、日本海側に至り、上杉影勝の所領である、越後国から、品の国海の国を経由して、5月27日に甲府に到達した。ここで、 伊達市との取り次ぎ窓口となっていたが、関東平定に出陣していた、浅野長政に対し、小田原に寄陣していてほしいと連絡している。伊達市一行は6月5日に、小田原へ到着している。総武事例違反を問われたが、足修那を滅ぼしたのは、親の敵討ちである、と弁明した。伊達氏は本領を安堵されたものの、宇都宮市置や、欧州仕置を経て、前年に獲得した。 アイズすなわち旧、アシナ領は没収された。下付諸行の、同性東宅三上下谷国から沢山城の佐野氏は、先代の佐野宗綱が、天正十三年元旦に戦死した後、北条氏から市中を迎え当主とした。佐竹氏から養子を迎えることを画策していた、佐野坊綱や三上道及びは、不満を持ち、上落して、豊臣秀吉に最下を訴えていたが、 北条氏はこれを無視した。このため、藩北条氏の家臣らは出本し、某津や山上らは、上方で豊臣氏に仕えていた。小田原征伐が構想されると、某津らに対し、関東地方の絵図面の作成が命じられ、某津は、三上道及びらに依頼し、関東諸国の山が、城、街道を詳細に色分けして描き、加藤清正に提出した。 統制が始まると、坊津と道及びは、佐野家に対して、集結を呼びかけたが、思ったより、少数の兵しか集まらず、秀吉に落胆されたと伝わる。ただしこの頃佐野氏の主軍は、他の諸勢力と同様に、北条一門である佐野市中に率いられて、小田原老城に加わっていたため、集まりが悪い理由も推測できる。坊津らは、薄い峠を越えてきた。 北方軍に加わっており、道案内も務めていた。天下の要害ではあるが、貨幣の守る唐沢山城は4月28日に会場となり、北条氏の勢力は一掃され、佐野坊綱が城を受け取り佐野氏の当主として認められ、本領安堵された。那須氏の本拠であった、唐津山城下須家那須氏の那須助春は、周辺の宇都宮市や有機市、 佐竹氏と交渉していたため、北条氏や伊達氏と組むことが多かった。このため豊臣氏が、東国に干渉してくるようになった際も、敵対的な態度をとっていた。秀吉の三人の命にも従わなかったため、戦後所領は没収された。しかし、重臣の大田原春清が、宇都宮潮木の際に艦隊を行い、 すけはるの子のなすすけかげを連れて面会し陳謝したため、すけかげに五千石が与えられた。大田原春清の大田原氏は、主家とは逆に早くから、豊臣氏に接近しており、天正十六年には、父のなしという形で、弟の雑木義,義を上落させ、越剣に成功していた。春清自身も秀吉が、駿河国沼津に着いた頃に早々に越剣に成功しており、 秀吉の覚えが良かった。大田原氏は、お市場の戦いなどにも参加した。同じく、ナス家臣の大関高蔵も早々に主家を見限り、秀吉に参陣にし、所領安堵されている。主家や他のナス七家が所領を失い、あるいは減らす中、大田原氏と大関氏は自流を読み、上手に立ち回ることに成功した。ナス氏が没収された、カラス山城には、 この小田原征罰後に100万国余りを没収されて、改易された小田信夫が入り、流罪とも撤去処分とも言われるが、2ヶ月ほど、上手であった。その後、北条方であったが、娘の海姫の縁で取り立てられた成田市長が、封じられた。上野国上野国の北条支配下の諸侯も、小田原に籠城することを義務付けられていたため、籠城中に、 北方軍に城を攻略され、本領を失う例が多かった。由良国重と長尾秋長の兄弟も小田原に籠城しており、国、重の留守の気流城は、母親の明院議が守備していた。この年70を超えた明院議が主導し国重着難の帝重を建てて、兵2000を集め、前田利家を通じて、気流城を開城し、松井田城攻めに加わった。 これが評価され、戦後に、由良国重と、長尾秋長は除名された。さらに、明院にに対して、日立国宿城5400国が与えられ、これを、国重が相続した。国替えとはなったが、由良氏は、存続に成功した。今村城の名場建造は、上杉影勝を介して投降し、所領は失ったが除名され、上杉氏の家臣となっている。 山と春清の名場城も開場している。春清は後に旗本となった。安保里見市の新仰三浦半島の航空写真安保国の里見市は浦賀水道をめぐって北条市とは長年交渉を続けていた。豊臣秀吉からの三人の命を受けた里見義康はこれを後期と捉え、 庇護していた小弓久保、足利義明の維持、来厚氏を用して、三浦半島へ、渡航上陸し、鎌倉へ進軍、鎌倉久保の復活を標榜し、独自の金星を発した。また、暴走方面では、小弓城を奪還した、ともされている。これら一連の動きは、秀吉の不況を大きく買ったが、徳川家康の取りなしがあったため里見氏は許された。しかし、 安保一国は安堵されたものの、カ佐国の所領は没収された。関東の旧勢力たち古学防官古学防科は、当時男子の当主は、不在で、実質女当主の足利しびめであったが、主だった動きをしていない。古賀城周辺でも戦闘はなかったが、当時の久保家家中は、実質的に、北上氏系統の家臣が実権を握っていた。このために、 本来の久保岡神であった、一式吉直や柳田聖介は単独で、豊臣氏と講和を行ったが、おのの所領の安堵はならなかった。その後は、徳川氏に仕えた。戦後、小賀久保は、法上方であったとされ、小賀城を立ち退かされ、河野巣御所に移らされた。翌年、秀吉の圧戦により、足利安のこの足利国朝と結婚することになり、 小学坊家と小弓久坊家が統一されることとなった。世田谷城石奥沢城市世田谷の吉良氏もまた、小田原北城氏と数代にわたる遠石関係となっていた。小学坊同様に、北城氏は権威ある家を自身の権力基盤の支えとして利用していたようで、あるが、独立性は保たれ完全な真珠関係ではなかった。ただし吉良よ安や宇治友などは、 北条氏から一時廃領する力関係となっていた。当主のキラ・氏友は、小田原に籠城したため、戦後は所領を没収され、世田谷城や牧田城、奥沢城などの市場も廃城となった。氏友は、菩提寺に住んだが、後関東入府した徳川家の家臣となった。深谷上杉氏の本拠であった、深谷城は、 当主の上杉氏則が北条に味方して、小田原に詰めていたため不在の中、留守部隊を指揮した、秋元長友らが、老城交戦を行っていたが、最終的に解除した。戦後、深谷上杉氏は所領を失った。氏則は、上杉影勝の領する品の国さし品軍に筆測し、死去した。子孫は、池田氏に招かれ、岡山藩士となった。 宇治ののいとこの吉次の子孫は五百国の旗本となり、江戸幕府に仕えた。相模国の拓官上杉家は、北条氏に侵入していた。侵入とはいえ、拓間殿と扱われる価格であった。小田原征伐の際、拓間忠しは、北条方に組みしたため、戦後に所領を失った。後徳川家の旗本となった。加賀つめ上杉家は、 か月つめ聖が若い頃から徳川家康に仕えており、徳川家が関東に違法されると、武蔵、相模国内に三千国を領し、数代後には万国を超え、一旦大名となっている。白井城、本丸後白井町尾家は、前田利家や上杉影勝らの北方軍によって、白井城を攻められた。長尾正影は交戦したが、本丸以外を落とされ解除した。 輝き系正影兄弟は、前田と家に預けられたが、後同族上田長美家である、上杉影勝の家臣となった。足利長美家の長尾明長は、小田原に牢城し、本居も陥落しているが、前述のように、実母妙院議の活躍により除名され、子孫は徳川家臣の土井都志勝に仕えて、過労職となった。関東八方と言われた諸侯の、 小田原征伐罰後の状態は以下のようになる。5月9日、ご法上氏と同盟を結んでいたはずの欧州の伊達、正宗が、秀吉の三人要請に応じて本拠から小田原へと向かった。これにより、小田原城の外に法上氏を支援する勢力はなくなった。会場への勧告は5月下旬頃から始められており、それに伴う交渉は、 市場攻略に当たった大名たちなどによって、それぞれに行われていた。6月に入る頃、小田原を囲む豊臣軍主力の陣中の風紀が乱れ始め、乱暴老石を働く者や長産が頻発するようになる。この包囲中、戦らしい戦といえば、7月2日に、北条氏防廃家の広沢重信が、ガモウジと、関和正勢に野衆をかけ、 広沢とガモが一気打ちを行ったのが、御法上氏側唯一と言える構成であり、囲む方は、良い,い直政が、身のグルワに野襲を仕掛けた作戦と6月25日、夜半にシャグルワを巡る攻防があったぐらいであった。それ以外は、互いの陣から散発的に鉄砲を追いかけるぐらいの、ものであった。そんな中、御法上氏側から離反の動きが見えるようになった。 4月9日、小田原城に在陣中の港は広照が、豊臣軍に投降し、6月初旬には、家康の働きかけによって、上野の和田家中と美輪城家中が、城外に退去している。この6月に入る頃には、志望宇治の宇治直側,側近らによって、親族の徳川家康と、小田信夫を窓口とした、和平交渉が進んでいた。後世になって成立した。 日本小田原機では、伊豆、相模、武蔵資の安堵の条件での講和交渉は行われ、同じく、黒田家府では、その講和条件を、御法上氏が拒否したために、秀吉が、黒田義隆に命じて、交渉に当たらせたことなどが記されているが、実際のこの頃には御法上領は家康に与えられる、ことになっていたと考察されており、伊豆は4月中旬にはすでに家康の領国家が、 始まっていた。6月7日、小田信家臣の岡田理代が、小田原城へ入り、宇治を単独と2日間面談し、内容を徳川家康に報告している。城中では講和会場の噂が流れていて、警戒が緩んでいたようであり、12日には宇治治から、小畑信貞に対し、木内の後期粛清の命が出ている。 土十二日に宇治政の母である随慶院と、慶室の法商院が同日に死去しているが、大屋高橋家家子町の法商院の記載からともに、自害とみられている。六月十六日、法上氏重臣であった、松田の秀の長子の笠原正春が、数人の同志と共に、豊臣側に内通していたことを、正春の弟の松田直秀が宇治直に報告する、ことで発覚し、 正晴は宇治直により成敗された。6月22日、小田原城の篠ノを、夜半野藩の宇宙に、徳川家中の井直政が攻撃し、占拠した。6月23日に落城した、八王子城から守備隊だった者たちの多数の首と、将兵の妻子が城外で晒し者にされたことは、御法上市側の指揮底下に拍車をかけた。残されていた法上市の拠点城も、 北の八方城は6月14日に、首相の北条氏国が出家する形で会場となり、伊豆の二大山城もまた6月24日に会場し、北条氏則は、秀吉のもとに出資した。八王子城の落城に続いて、津久井城も会場した。6月24日、黒田義高と共に、織田信夫の家臣滝川有里が、小田原城に入り、幸福勧告を行った。 先に降伏した、宇治のも小田原城に入り、降伏を説得している。石垣山市よ城から望む小田原城6月26日、小田原城を見下ろす、石垣山に、関東発の金星城閣の異様を誇った、和ず城が完成したことも、御法上市側に打撃をもたらした。城中では、御法上市の一族、重臣が、 豊臣軍と徹底抗戦するか降伏するかで長く議論が紛糾した。この印象が後世に強くなり、本来は平時に月2回ほど行われていた御法上史における定例の施政方針重心会議を指すものであった小田原表情という言葉が一向に結論が出ない会議や表議という意味合いの故事として使われるようになった。また豊臣方はこの頃、 城型を精神的に追い詰めるため、夜中に包囲軍全軍で城に向かって、鉄砲の一斉射撃をやっていたとする話も残る。7月2日、大田志望勢が、ガモ氏里関カズと織田信夫の陣に野衆をかけた。最後の意地とも言える、この攻撃を予想していなかったカモ陣は、一旦取り乱すが、自ら槍を取った、ウジやカモウから主従は奮戦し、 これを知りけた。7月5日、宇治直と大田志保は、滝川武尻の陣に向かい、滝川と黒田義隆を通して、己の切腹と引き換えに上兵を助けるよう申し出、秀吉に宇治直の幸福が伝えられた。7月5日、滝川武尻の陣所へ赴いた宇治直は、自身の切腹をもって、上兵すべての斜面を願い出たが、 社面はともかく切腹は見送られた。当初の会場、幸福の条件は、北条氏は、武蔵、相模、伊豆のみを領地とする。宇治直に上落をさせる。出会ったが、秀吉は、前当主である宇治政とご一家衆筆頭として宇治てる、及び家中を代表する者として、宿老の松田則秀と、大道寺正重に、海戦の攻めがある者として、この四者に切腹を命じた。 7月7日から9日にかけて、片桐勝本と、脇坂安次、坂木原康政の三人を検出とし、小田原城を受け取りに当たらせた。7月10日、宇治政と宇治テは、小田原城を出て、徳川の陣所に入った。7月11日、城下の医師、田村明美の屋敷にいて、石川定清、牧田皇帝、佐々行政。 堀田和かずつ原康かの剣士役が見守る中、兄弟の宇じのの解釈により切腹した。宇じのは、兄弟の自陣を、自らも追い払を切ろうとしたが果たせなかった、とも伝わる。宇じなは、徳川家康の婿でもあったために、一命は温存され、高野さんに実況を命じられた。7月21日、宇じなは家臣ら30名ほどを連れて出発し、 8月12日に、高野山に入った。湿居中の宇治直はやはり、富田一泊と津田生活を通し、徳川家康に対して、斜面の取りなし依頼を行っている。翌年2月には早くも、徳川家康を通して、斜面の沙汰が伝えられ、5月上旬には、大阪で、旧、小田信夫邸を与えられ、8月に1万国が与えられた。しかし、 11月に病死した。北条氏は、宇治則の子孫が、右与曲折の後に、河内、佐山藩の大名として、豊臣徳川家と存続した。宇治政と宇治テルの首は16日に刑に送られ、呪落台の橋にさらされた。5日に、松田則秀が、19日に、大道寺正重がそれぞれ切腹している。一方、 小田原城会場後も抵抗を続けていた、お市城に対し、城主の市長の小田原城での降伏を受けて死者が送られ、7月16日に会場した。その後、市長の娘の海姫が秀吉の側室となって、長愛を受けたため、市長に下谷国からす山に満国が与えられた。深谷上杉氏の本拠であった、深谷城は、 当主の上杉氏則が北条に味方して、小田原に詰めていたため不在の中、留守部隊を指揮した、秋元長友らが、老城交戦を行っていたが、最終的に解除をした。戦後、深谷上杉氏は所領を失ったが、秋元長朝は、関東へ入宝した徳川氏に仕え、関ヶ原の戦いで、上杉影勝の投降を促した功により、大名となり、後に、 子孫から老中を排出した。北条方に加わって、豊臣軍と戦った者が、江戸時代に、不大大名になった、唯一の事例である。7月12日には、ひばる城が落城し、八王子城の残党や平山氏らが自陣しているが、彼らに、小田原会場が伝わっていたかは不明である。7月13日、秀吉が小田原城に入った。この日、 徳川氏の関東天保が公表された。ただしそれ以前からこの方針は伝えられていたようであり、徳川家臣の松平家忠の日記、家忠日記の6月20日上に、国変わり近日の湯と記されている。また、国替えの準備のために、徳川家康は家忠に、本国へ一旦帰還するよう命じている。7月初頭は、 豊臣市からのところどころへの発給文書が多いが、7月半ば頃より、徳川氏発給の書状が残る。また、同時期に、坂木原康政や鳥居本忠らの一部の家臣には、治業が申し渡されている。ただしこの時期の徳川氏の関東経営には、未だ、秀吉陣営の幕僚の手が多く加わっている。さらに、徳川家臣の良い直政や本田忠勝のそれぞれの、 配置の割り当てにすら、秀吉の意見が大きく関与していたと推測される、書状が残る。翌8月1日には、徳川家康が江戸城に入り、9月までには家臣らに地療が割り当てられている。8月1日は、豊臣軍は、宇都宮に中途にし、以降は、欧州へ向かったたが、徳川は講述される、織田信を火役の取りなしのために、 7月末に宇都宮に参陣しているため、1日に戻ってきたと考えられる。伊豆国に関しては4月中に徳川氏に与えられている。7月16日、秀吉が小田原城を出発。秀吉は、その後、欧州を平定した源頼朝に習って、鎌倉幕府の成長があった鎌倉に入り、鶴岡八幡宮に奉兵。 19日に、江戸定義、20日に出発。7月26日、同じく頼朝に習って、宇都宮大名人に砲兵して、宇都宮城へ入城し一週間ほど滞在、関東及び、欧州の諸大名の措置を下した。その後、豊臣家の大軍勢は、伊達政宗の案内により、北上市道の区国へ向かった。ご上の給料はほぼそのまま徳川氏にが、 割れることとなった。空いた、徳川丘陵への国替えを秀吉に命じられた、織田信夫は、この命令を拒んだたため改役され、下谷国から須山城に湿居させられた。この改役により、秀吉の旧主家の織田氏は勢力を失い、北条氏を短期間に攻め滅ぼした上で、国持ちの大名であり世にいない大臣の旧主家で、あろうとも改役できる秀吉の実権力が確定し、 同時に、官位、所領の両面において、徳川家康が、豊臣政権の大名として一の実力者と、確定した。また前述の秀吉の裁定で、真田氏が、北条氏に譲っていた、上野国沼田城は真田に返還された。秀吉の怒りを買った、里見義康は、徳川家康が取りましたこともあり、安保国一国は安堵された。しかし、 和佐国の所領は没収されて、徳川氏に与えられた。日立国は一国が、佐竹義信に与えられた。この豊臣政権のお墨付きを後ろ盾として、佐竹氏は、日立中部の江戸重道や大城清美紀を滅ぼし、さらに天正19年2月には、日立南方の鹿島、行方領軍の南方33艦と称される。 鹿島市氏など大城市一族の国人領主を大田城に招いて傍殺するなどして、日立国内を統一を達成した。ただし、徳川氏と同様に、領内の地行割には、豊臣政権の干渉があり、豊臣政権に近しかった佐竹義久に多くの所領が与えられた。上野国の沼田城は、本来ここを北条氏と争っていた、真田正幸に与えられたが、 沼田寮は、正行の長男の信行が、半独立での上手とされ、同時に、徳川氏の寄力木大名とされた。8月中の欧州市沖を終え、8月12日に、藍津黒川城を発した秀吉は、駿河国清見寺、駿府城、掛川城、清州城などを経て、機内に向かった。9月1日、天下を手にした、豊臣秀吉は京に帰還した。 後に、北条氏直は許され四千国を与えられ北条、氏乗も七千国を与えられた。ありがとうございます。